悩み相談。はい、今回の悩みはですね、こちらの、僕が出版する本ですね、情報商材完全バイブル、100時間超のスペシャル特典の申請していただいた方からいただいております。はい、ネットビジネスにはずっと関心を持っていました。しかし、日々の仕事に追われ、プラスアルファに向けるエネルギーが枯渇している状況です。なんとかこの辺りの流れを変えたいと思っておりますと、まあ、流れを変えたいと。これね、流れを変える方法は一つしかないですね。流れ、じゃあ、 川をイメージしてほしいんですけど、川の流れをせき止めるとき、どうしたら川の流れって、じゃあ激流、イメージしてほしいんですけど、激流がこうブワーって川があります。じゃあその流れを変えるときってどうしたらいいと思います？ちょっとイメージしてほしいんですけど、激流が流れてますと、まあ、この激流っていうのは日々忙しいと、はい、じゃあこの激流の流れをこう流れてるんだけど、こっち側に行くみたいなね、どうすればいいですか？激流です。これはもう一つしかなくないですか？多分まあ、一つしかないっていうわけではないかもしれないんですけども、僕の考える一つのものっていうならば、ちょっとずつは多分難しいと思うんですよ。要は単刀直入ですよ。単刀直入に激流走ってるじゃないですか。激流バーッと走ってるじゃないですか。バーンみたいな、もう分厚いね、分厚い鉄の、まあ、何百万トンか、まあ、盛りすぎましたね、何万トンか分かんないですけど、ズダンみたいな、ズダンみたいな、もう激流いけないから、もうこっちに行くしかないみたいな、ズボンみたいな。だダム作る時もと思う、ダム、すみません、ダム作る工程を僕あんま見てないですけど、なんかまあまあまあバーンみたいな、なんか伝えたいこと分かります？もうバーンみたいな。だからちょっとずつはこれね、変わらないんですよね、あんまり。なんかちょっとずつちょっとずつって悪いことではないんですけど、一気に変えるときって一気に行くしかないんですよ。申し出ますね、一気に行きたいんだったら一気に行くしかないです。で、例えばこれを10年スパンとか20年スパンで考えてるんであるならば、ちょっとずつ行ってもいいと思いますよ。なんかビタ、水の落ちるやつもビタビタ、これ超遅いしパワーないんですけども、これ20年30年続けると、この水のポタが石を貫けるんですよね。だからそれぐらいの長い年月をかけていくんだったらまだしも、一気に行きたいんだったら一気に行くしかないんですよ、と僕は思ってます。うん、だからなんかちょっとずつちょっとずつやろうんじゃなくて、もう一気にやるってことですね。一気に、だから多分この例えば、多くの人ってこの悩みがあって、そのまあ例えばこれで言うならば、プラス思考、いつもマイナスに考えちゃうんですとか、まあそのセルフイメージとか、前もね、悩みいただいた、お悩みいただいたんですけど、セルフイメージが上がらないからできないとかね、あとまあマインドですよね。まあ確かに大事ですよ、大事なんだけど、要はじゃあマインドができない自分にマインドがこう構築されるのにめっちゃ時間かかりません？今マインドがない、今流れが来てないのに流れを起こす、要は流れが起こせない自分なのに流れを起こそうとしてるって、ちょっとこれ客観的に見るとちょっと的が外れてません？流れが作れない自分が流れを作ろうとしてるんですよ。マインドができない自分がマインドを育てようとしてるわけですよ。別に悪いことではないんですけど、時間かかりますよね、できないことなんで。できないんだったらできないで、もうしょうがないんだから、もうや、もうバーンってやって、もうバーンっていくっていう長嶋茂雄みたいになっちゃったんですけど、まあ、とにかくそのさっきそのドリームアカデミア生の塾生さんにも言ったんですけど、とりあえずやってみるっていうことですね。そう、もうとにかく やってみる、前に進んでみるっていう、大きい一歩を踏み出せってことが一番いいと思います。流れなんか変えられないですよ、なかなか。例えばもっと現実的に分かりやすい話するならば、例えば今の会社がなんか働きづらい環境だったとするじゃないですか。例えば上司が、嫌な上司がいたりとか、モラハラ、セクハラ、分かんないですけど、そういう状況で、じゃあその環境を変えるのって難しくないですか？上司を変えるって難しくないですか？嫌な上司を変える、性格を変える、ちょっと難しくないですか？
まあ時間かければいけるかもしれないですけど、人って変えられないんで、なかなか自分は変えられるんですけど人は変えられないんですよ、なかなか。じゃあその環境にいるじゃないですか。でその環境の流れが悪い、その環境が悪い、じゃあこれをどう離脱するのか、そこを脱却するのかっていうと、まあ、あの転職するっていうね。もうめっちゃ早くないですか。まあ そんな感じです、イメージとしては。別に転職する必要はないですけど、分かりやすいイメージとしては、その環境を変えることは難しいけれども、転職すれば新しい環境に行けるよっていう話で、流れが変わる可能性あるじゃないですか。でもここのとどまってるところで流れを変えようとしてもなかなか難しいですよね。だからもう一気に行くっていう、これがまあ僕の持論ですね。でこんな話をするとまた付け加えておきますけれども、いや吉田さん、そんな一気に行けたら苦労しないよっていう話が出てくると思うんですよ。いやいや、それは吉田さんならできるんでしょうとか、まあその一気にできないから苦労してんねんとか、まあああ言えばこう言うっていうね、反発が必ず出てくるんですけど、じゃあそういう場合どうしたらいいのか。一気にできませんっていう場合は、一気にできないであるならばもうやらないという選択ですね。だからもう2極しかないです。やらないか、じゃあその場合だと、じゃあ一気にできませんってなった場合は、ちょっとずつ何年もかけてちょっとずつ積み上げて変えていくのか、もしくはやらない、この2極しかなくないですか。これね、孫正義さんの僕二者択一っていうですね、僕がドリームアカデミアっていうネーミングをつけた理由の一つとして、当時昔ですね、本当6年前ぐらいですかね、ソフトバンクアカデミアっていう、今 YouTube で無料でまだあると思うんですけど、それを鬼リピートしてたんですよ。でそのソフトバンクアカデミアで孫正義さんがまあ講演をしてるんですけど、二者択一っていうね、講演をしてるんですよ。でまあ、あなただったら何を選択しますって、もう二者択一です。 A、B どっちかしかないっていう。だ常に A と B にした方が、要はね、道、確かに迷うじゃないですか。でも迷うんだけど、道が10個ある場合と2個だと、2個の場合ってどっちにするだけの選択になるんですよ。でも10個だと、いやこっちもいいかな、あっちもいいかな、いや待てよこっちもいいかなってなっちゃうんですよ。だ結構僕は悩んだとしたら二者択一にします。でなぜ二者択一にするのかというと、どっちかしかないという。だからやるのかやらないのか、生きるのか死ぬのか、稼ぐのか稼がないのかと、この二者択一にすることによってよりシンプルに動けるってことですね。でも多くの人って道を何本も作っちゃうんですよ。で道何本も作っちゃうから、どっちの道行けばいいかなってなっちゃうんですね。だからソフトバンクアカデミアの講演すごくいいと思います。もう二者択一でね、問いかけてくるんですよ。まあその講演聞いてる人に対して、まあプレゼンテーション資料も流れるんですけど、あなただったらどうするみたいな、このシチュエーションの時あなただったら何を選択するかみたいな、二者択一です。そうだから二者択一にするとすごくシンプルです。やるのかやらないのか、ちょっとずつ変えるのか変えないのか、変えるのか変えないのかとかね、まあそういうふうにシンプルにしていくってことですね。もうそれがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回いただいた悩みについて回答させていただきました。ありがとうございます。